自動万国式もみすりきもみすりきとは、もみからもみ殻を取り除いて玄米に仕上げる工程で、用いられる農業機械である。もみ殻を取り除くことを脱げ、という、臼による脱。大正時代ゴムロール式回転式もみすりき、ゴムロール式用道式もみすりき、江戸時代には土臼を、用いて、もみ殻を取り除くようになり、土臼の使用が長らく続いた。昭和初期には、 近代式もみすり機が開発されて、昭和10年前後から全国に普及し始めた。このもみすり機は、もみ殻の除去にゴムロールが使われており、今日のもみすり機の原型である。土薄によるもみすりは、多くの砕け米を発生させていた。砕け米は出荷できないため、農家により米粉にされ粉飯などにより、自家消費されていた。もみすり機の普及は、農業生産の向上や、 農民の食生活の改善に貢献した。現代のもみすり機は、もみすり単独の機能だけではなく、もみと玄米を選別する機能も組み合わせて一体化した製品が一般的に流通している。もみすり機の主たる機能である脱皮の方式には、次のものがある。二つの回転するゴム製ロールの間をもみが通り抜ける際、ロールの回転する速度差によって、 もみ殻をすすり落とす方式であるゴムロールの間隔は、もみの幅、言い換えれば、もみの直径のおおよそ4割から6割程度に設定され、もみがゴムロールから受ける摩擦によって強制的にもみ殻が剥かれるように工夫されている。ロール式の場合、もみ水分を16%以下に乾燥したもみで行うのが一般的である。17%以上のもみ水分では、 脱率が極端に低下する。近年では、ロールの隙間を自動制御する機種も開発されている。高速で回転する羽車によって繰り出されたもみが、壁面に衝突した衝撃力を利用して、揉み殻を除去する方式である。機械の構造は、ゴムロール式よりも、簡単にできる。衝突時の影響で玄米の粒子が粉砕され、同割前が発生するのを抑えるために、 衝突面にウレタン樹脂を貼ってある。ロール式もミスリキに比べ、インペラ式は刈り取った直後の高水分の揉みでも90%近く脱できる。この方式も衝撃式の一種であるが、常実のインペラ式をさらに改良したものとみなすことができる。より高品質な玄米の仕上がりを確保するため、一部の農業機械メーカーによって、 近年開発された比較的新しい方式である。他の方式に比べて機械の稼働音が相当静かであるという特徴から作業環境の改善にもつながる。もみが蒸気いずれかの方式で脱された直後の状態ではまだ玄米に揉みが混入している。これは一度の操作で揉みを100%脱皮し玄米に仕上げることが無理なためである。 作業能率を上げて100%に近づけるほど、同割米、砕け米が発生し玄米の品質を低下させる、恐れがある。そこで一般に、若干能率を落とす手法が採用される。その結果、得られた玄米には、もみが混入することになるので、以下いずれかの方式で玄米ともみの選別を行い、弾かれたもみを再び脱することによって、最終的には、 すべてのもみ柄が,が取り除かれることになる。実際に市場で流通している現行の機種は脱と選別の方式の組み合わせから次のような種類に細分化できる。もみすり機のメーカーその他の外部リンク。ありがとうございます。